夜間とアイドル。じゃあ2つ目、はい、お笑い。お笑いです。大好きで、私あのお笑いライブにもうほぼ毎月1回は必ず行ってるくらいですね。そうなんですか。はい、それは あの福岡で劇場とかはあってなんですか。福岡に2年前に劇場ができたんです。そうなんですか。それでもあのだからそれこそ今まで大阪とか東京に行かなきゃ見れなかった。もうそこまで足運んで行ってたんですね。っていうレベルだったのに、2年前に福岡にできちゃったことによって、もう私の中のこう何かが外れてしまって行き放題もう行きたい。はい、行きたいですね。もう見てる時が楽しい至福の時間であると。もうあとあのだからそれこそ、まあ、なかなか行けない時でも、まあ、東京とか大阪とかお仕事で行った時もスケジュールは確認します。芸人さん今日はどこの劇場に誰が出てて。そうなの。じゃあ都内来た時も都内のいろんな劇場とか、はい、見ちゃう。ここの人出てるからとか。出てるんだなとかでも嬉しいです。渋谷みたいな、くらいでも嬉しくなっちゃうくらい。今もうおすすめの芸人さんとかっていらっしゃったりとか。わ、私が今好きなのはあの東京の芸人さんだと令和ロマンさんで、はいはいはい、大阪は今チェリー大作戦さん。チェリー大作戦さん、面白いです。面白い、はい、ネタ、私結構ネタから入っちゃうタイプなので、あのよくあの M1 グランプリの1回戦とかから、はいはい、全部ネタ見て行ってます。すごい。東京だと令和ロマン、令和ロマンさん、令和ロマンさんは、はい、もう作家から見てどうですか。令和ロマンさんを好きなアイドルさんは。パッと出てくるのはちょっとなかなかやっぱちゃんと掘ってるな。掘ってます。ありがとうございます。それは自分の活動にはなんかフィードバックさせるの全く楽しみだけなの。私は MC とかにもちょっと行かせてたらいいなくらいの感じではあります。そうなんだ、はい、じゃあ例えばまあまあね、それ上田さんの立場だったらそんなに強くは言えないかもしれないけど、はい、上田理子プロデュースでお笑いライブを5組組めるとしたらどうします。ブッキングするとしたら。私がもう 見るよってことですか。私が見る、私がプロデュースしてお客さんに見てもらう。だからもうお客さん目線ですよね。大御所だからとかも関係なく。いや、もう全然自分が考えるでいいですよ。私一番好きな芸人さんが和牛さんなので、和牛さん呼びたいです。と笑い飯さん。おお、これちょっとどう鳥だったり、ちょっと順番か、順番か、順番は、ラストが笑い飯さん、その前が和牛さんがいいですね。で、やっぱトップバッター、いやー、令和ロマンさん行きたいですね。おー、令和ロマンさんがトップバッター。次が、あ、待ってください、1がダブル東さんでいいですか。ダブル東さん、カタカナ。ダブル東さん、はい、すみません、不勉強でこれ見てる人も。すみません、私もあの、まあ、存在は知ってたんですけど、この前の3月に初めて生であのライブ見て、はい、めちゃくちゃ面白かったんですよ。まだ分かってだと思うんですけど、それは渋谷の吉本さんとかの劇場とか。大阪です。大阪で京都に行きました。すごいね。ちょっと1ヶ月とかなの。祇園ヶ月にあの笑い見るだけの旅をしました。それぐらい好きだから、もうそれね、夢の自分プロデュースもね、ちょっと言わせてくださいよお客さん。はい、でラスト間に、ちょっと大阪多くなるんですけど、からしれんこんさん。からしれんこんさん、いや、いいっすね。でも夢みたいな話じゃないですか、そんなの。そうですね、一番前で見させてもらいたい。いや、それが分かったのはすごく自分にとって、そう、大事ですよ ね、 すね、この仕事をしていて、うん。この番組は彦姫の利和さん、第三の渡辺さん、トマアキさん、ポデマさん、
僕んち冷蔵庫さんの提供でお送りしました。ありがとうございました。